はい、アキラです、今日はノルデン901に乗ってます。いやもうね、3月に入ってから結構暖かくていいね。私2月の終わりにね、タイに行ってたんだけども、その前はね、結構膝とか腰とかね、痛くてね、どうなることかと思ったんだけども、座ってて立つときにね、こう立とうと思うと膝がね、ぐっと痛かったりしてね、結構覚悟がいるような感じだったんだけども、もうここに来てね、まあ、タイでは高かったせいもあるけども、なんか膝が結構調子いいね。まあ左右両方ともね、擦り傷で調子悪かったんだけども、まあ、ここのとこはね、あんまり気にしなくていい感じだね。やっぱ気温って関係あんのかね。まあ、2月中はね、膝にサポーターをね、つけてないと、まあ、結構不安な感じがあったんだけども、まあ、ここに来てね、サポーターなしでも大丈夫だね。まあ、膝の靭帯をね、左右ともちょっと伸ばしたりしてたからね、それがまあ痛かったんだけども、まあ、かなり昔の話なんだけどね、それも。まあ、それがちょっと悪化したりしなかったりなのかな。まあ、腰もちょっとね、重い感じがあったんだけども、まあ、もうそれもすっかり良くなったね。ありがたいもんだね。まあ、とはいえね、腰とか油断してるとまたなるからね、まあ、大事にしていこうと思うんだけども。まあ、腰の不安がなくなればね、結構オートバイで遠出したりもね、楽にできるんで、まあ、ただ、まだ花粉症が結構厳しかったりするからね、まあ、近いうちにね、またオートバイで遠出もしたいと思いますね。結構体調がいいとね、なんかやる気が出ますね。まあ、年寄りはね、体の不調の話はね、気がないからね。ということでね、体調も良くなったんで、まあ、またね、楽しくオートバイに乗ることができますね。ということで今回は以上です。まあ、しょうもない話でした。ご視聴ありがとうございます。